皆さんこんにちは、ひなたです。皆さんこんにちは、小春です。今回はユニクロの1月6日の値下げ情報をお届けします。それでは行きましょう。皆さんは新年祭では何を買いましたか？ヒートテックなど実用的なアイテムがお買い得になっています。新年祭の最中、なんとプラス J の SNS 人気ナンバーワンのアイテムがついに値下げになりました。私も動画を撮っている場合ではないです。色違いに行かなくては。はい、どんなアイテムが値下げになったのでしょうか。それでは1点ずつ見ていきましょう。レディースアイテムのランキングです。まず第5位は 3D リブフロントスリットパンツ、お値段は2990円。詳しいサイズは、渡り幅はかなり狭いです。股上は普通です。裾幅はもも回りより裾回りが太めです。評価のポイントはこちら、サイズ、シルエット、パンツ。第4位は、ドライクロップドスウェットシャツ、長袖、セットアップ可能、価格は2990円。詳しいサイズは、雪丈は普通です。評価のポイントはこちら、サイズ。レビューを見て大きそうだと思いワンサイズ下げて正解でした。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。いえで、アキさんはダブルフェイススカート、セットアップ可能のカラーが得意です。第3位は、ヒートテックコットンモックネックティー、長袖、価格は1290円。詳しいサイズは、雪丈は長めです。評価のポイントはこちら、サイズ、インナー、ネック。第2位は SNS の人気ナンバーワン、ドライスウェットパンツ、セットアップ可能、お値段は2990円。これは買って損なしです。セットアップでおすすめ、メンズより細めのシルエットで、細めのメンズさんもいけると思います。詳しいサイズは、渡り幅は普通です。股上は普通です。裾幅は足首に向けてかなり細めです。評価のポイントはこちら、サイズ。丈が短めなので、私は 163cm54kg で M サイズ購入ですが、短めのジャストといったところです。165cm 以上ある人には丈が厳しいかもな。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、アキさんは 3D リブハイネックセーターのカラーと相性が良いようです。そして第1位はついに買い増しのチャンスが来ました。ドライスウェットフルジッパーカー、長袖、セットアップ可能、お値段は3990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら、購入、グレー。あまりに気に入ってセットアップで3色購入。2021年春夏の時に白と黒を購入してとても良かったので、今回はオフホワイトとグレーをオンラインで購入。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、アキさんはヒートテックウルトラストレッチハイライズレギンスパンツのカラーが得意です。メンズアイテムをランキング形式で紹介します。まず第3位は小さいサイズ、大きいサイズ限定の値下げです。ウールブレンドオーバーサイズシャツジャケット、価格は5990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら、サイズ、オーバー、コート。第2位は、ダウンオーバーサイズコート、価格は12900円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら、ダウン、サイズ、ベージュ。そして第1位は、
ヒートテックコットンクルーネックティー、長袖、990円。詳しいサイズは、雪丈は少し長めです。評価のポイントはこちら。サイズ、インナー、T シャツ。動画の概要欄からリンクをタップするとパーソナルカラーなどを見ることができます。今回の袋とじキーワードはこちら。今日のコーデガチャは、はい、ユニクロ 3D リブフロントスリットパンツと GU リブメローカーディガン長袖ですね。なんとレリースのアイテム一覧1ページ目です。レリースのアイテム一覧2ページ目です。レリースのアイテム一覧3ページ目です。レリースのアイテム一覧4ページ目です。メンズのアイテム一覧1ページ目です。メンズのアイテム一覧2ページ目です。キッズのアイテム一覧1ページ目です。キッズのアイテム一覧2ページ目です。キッズのアイテム一覧3ページ目です。ベビーのアイテム一覧1ページ目です。中間番組表です。ユニクロ、GU、島村などの新作情報や値下げ情報をお届けします。週末には SNS のトレンドをまとめたニュースもお届けします。以上、今回はユニクロの値下げ情報をご紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。また来てもらえたら嬉しいです。それでは。この動画はユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビューをテーマにお届けしました。